味の素スタジアムにやってきました。東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山の試合です。リーグ最終戦、いい席奮発しちゃいました。あー、アジスタにファジアーノのユニを着た人がいっぱいいる。嬉しい。岡山物産展もありました。きびだんごにバナナカステラに大手饅頭に、あー、名物いっぱい。私は詰め合わせを買ってみました。このジューシー、確かにこっちで見かけないね。さあ、いよいよ試合が始まります。ドキドキ。岡山頑張れ。このちゃんと耳に残る。東京ヴェルディの応援もすごく熱かった。 KSB 時代の後輩にも会えました。試合をね、こんなに間近で見るとやっぱり迫力が違いますね。てかこれ偶然撮れてたんですけど、私ガン見しすぎじゃない？ファジアーノ岡山、試合にはね負けてしまったんですよ。でもこの悔しい気持ちを持ってプレーオフ頑張ろう。 J1 行くぞ、ファジアーノ岡山。